トウゴマは東大草かトウゴマ属の多年層。別名、ヒマ。種子から得られる油はヒマシウとして広く使われており、種にはリシンという毒タンパク質がある。俗名のリクイナスはラテン語でダニを意味しており、その名の通り果実は模様と出っ張りのためダニに似ている。トウゴマは栽培品種が多くあり、その植生や形態は個体によって大きく変化し、 あるものは多年生で小さな木になるが、あるものは非常に小さく一年生である。葉の形や色も多様であり、育種化によって分類され、観葉植物用に栽培されている。輪廻の植物の種で記載された植物の一つである。一族一種。原産は東アフリカと考えられているが、現在では世界中に分布している。 公園などの観葉植物として利用されることも多い。種子は40から60%の油分を含んでおり、主にリシノリンなどのトリグリセリドを多く含むほか、毒性アルカロイドのリシニンも含む。トウゴマの種は、紀元前4000年頃に作られたエジプトの墓所からも見つかっている。ヘロドトスや他のギリシャ人旅行者は、ヒマシ油を、明かりや体に塗る油として使用していたと記述している。 インドでは、紀元前2000年頃からヒマシ油を明かりや便秘薬として使用していたと記録されている。中国でも数世紀にわたって内容、外要の医薬品として処方されている。日本ではヒマシ油は日本薬局型に収録されており、下剤として使われる。ただし、猛毒であるリシンが含まれているため、使用の際は十分な注意が必要である。特に妊娠中や、 生理中の女性は使用してはならない。また、種子そのものを口にする行為はさらに危険であり、子供が誤食して重大事故が発生した例もある。現在、東マは世界で年間約100万トン生産されており、主な生産地はインド、中国、ブラジルである。これらの国々では活発な生産計画が実施されている。ありがとうございます。